こんにちは、ザツです。今回は鹿児島中央駅からスタートです。サンフラワーに乗って関西まで帰ります。もしですね、お時間がありましたら最後までご視聴いただけるとめっちゃ嬉しいです。当チャンネルではですね、旅行と関わる交通、また交通手段も一つの旅行だというコンセプトで動画を作っております。少しでも気に入っていただけましたら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。励みになります。そしてサンフラワーライナーに乗車しました。ここから渋島へだいたい2時間ノンストップです。鹿児島中央駅を出発します。さよなら鹿児島ということで、また来るぞという感じですね。そして乗車してからすぐに高速に乗りました。帰りがですね、少し曇ってて、行きがけほど景色が良くなかったんです。景色が良かった桜島とかよく見えたんですけどね。そして渋市近くの一般道です。爆走中です。結構スピードを出しながら曲がっていくんですね。法定速度内です。そして渋市駅近くになります。単線に非電化区間という組み合わせ、一回列車でも来てみたいですね。だいぶ近くになりまして、サンフラワーの煙突が見えました。あのカラーリングが目立ちます。どこからどう見てもサンフラワーです。そして港に到着しました。いつ見ても大きいですね。ビルが横たわってるみたいな感じです。本当にそれぐらいありますからね。そしてターミナルへ到着しました。バスを降りていきます。まあ時間も少しありますんで、そんなに急がんでもという感じでしょうか。そしてチケットを発券しに行きます。まあ GoTo もあり、いろいろやることが多くなりました。その分安くなります。でサーモグラフィーが置いてありまして、体温を確認します。こちらは書類に後ほど記載します。そして書類に記入していきます。でこの時にですね、身分証明書があるか確認してください。同行者も全員必須になります。で GoTo もあってですね、自動チェックイン機が、使えなくなってますね。まあ書類とかの対応ができませんから、これはしょうがないです。そして身分証明書の提出と書類の提出をしました。結構身分証明書を忘れてしまう方多いみたいで、対応が大変みたいです。視聴者さんは忘れずに持っていてください。こちらがもともとのホテルの料金になっておりまして、こちらが GoTo の割引で利用させていただいた料金です。本日お渡しするクーポンが6枚となっております。こちらのクーポンなんですけど、有効期限が本日から明日までになっておりまして、船内の売店でしたりとか夕食のレストランでもご利用いただけます。でお土産屋さんを見てました。で子供たちアレルギーがあるんですけども、カルカンはいけるんです。卵、乳、小麦などを使ってないものがあります。こんにちは、ザツです。今日はですね、サンフラワー、霧島ですねに乗って大阪へ戻ります。で、今日はデラックスというお部屋を取ってます。初めて乗ります。で乗船時間になりそうだったので、外で待機することにしました。まあこう見るとかなり大きいですよね。太平洋を航行しますからね、安定感も素晴らしいものがあります。それでは呼ばれたみたいです。向かいます。子供たちは太陽から船に入るそうです。そして荷物が多かったのでエレベーターを使いました。結構ですね、エスカレーターのがおすすめです。まあ、あれだったらエントランスを通った方が結構面白いです。
初めてエレベーター使ったんですけども、こういったことがありました。ということで7階に到着しまして、お部屋に向かいます。まあ選手の方になるんですけども、居住区の区間はかなり廊下が長いので荷物が多いと大変ですね。しかしながら通路も幅広く取ってありますんで楽です。ということでお部屋に到着しました。すごく楽しみにしてます。前さ入って4つの部屋があった。届いて、あ、高い高い高い、おー広い、前と違うけどベッドが2つって感じですね。4人で予約してますんで、まあ自分たちでベッドを作るのかなという感じはしました。寝台特急なんかそんな感じですもんね。そしてシャワーとトイレがついてます。今回は使えませんでしたが、これは助かる人が多いんじゃないでしょうか。で家族5人がお部屋に入るとこんな感じです。今度スイートもちょっと乗ってみたいですね。そして冷蔵庫がついてます。お水も入ってました。2つ入り口で靴を脱いでください。そしてお茶とお茶菓子などがあります。しかしながら2つずつ。どうした、なんで泣いてんの。そして窓があります。空気清浄機もあります。窓があります。窓あんのいいな。あ、俺ここで沸かせるやん。沸かせるよ。あ、すごい広いな。ねえ、で、アメニティがタオルが2つ。ママと寝たい。あ、なんかすごいセットがあるよ。アメニティセットみたいな。計算どいて。暗い。狭くなった、そっち。でも落ちそうだからね。あ、でいいじゃん、こっち側でねえよ、絶対。え、ブリッジカメラですね。この子さ、ちょっと聞いてくるわ。デラックスなんですけど。え、何？何？お布団用意してほしいと4つ。ああ、そうな。猫は知ってあるんですけどって。ちょっとどいて、ここにあるんじゃないの？ないと思うよ。何か様子がおかしいので、ちょっとエントランスの方へ行って。お話を聞くことにしました。まあ下には必ずチーフパーサーさんが、立っていますので捕まえてみます。あ、すいません、デラックスなんですけど、はい、お布団が2枚しかなくてですね、4枚って用意していただけるものなんですかね。ちょっと待って、はい、はい、アメニティも 2セットしかない。ちょっとお部屋で。あ、すみません。はい、よろしくお願いします。あ、すみません、お客様。はい。宮田の方ちょうど打ち合わせでちょっと手配が、ああそうですか、お隣の25の方で4名用意させていただいた。あ、本当です、申し訳ございません。隣の部屋に変更というか、あ、隣の部屋に変更、えすいません、隣のお部屋で用意させてあげてて、港とちょっと行き違いがあって。あ、そうなんですか、申し訳ございません。わかりました、どうぞ。あ、すいません、はい、どうぞ。キーを開始しておきます。はい、はい、すいません。ベッドがちゃんと4つ用意されてました。アメニティも4つずつあります。なんでなんで、だって猫ちゃん狭いよ、食べるところ。そうそう、部屋いいの。ちゃんとパーサーさんが対応してくれまして助かりました。ありがとうございます。こちらで申し訳ありません。助かります。エアコンは個別の温度管理ができます。これは嬉しいですね。
そして船内放送のボリューム調整もできたりします。まあ、ベッドにもあるんですけども室内灯のオンオフができます。そしてファブリーズなんかも置いてありました。ビジネスホテルみたいですね。以前宿泊したスーペリアにも置いてあったと思います。そしてお茶とお茶菓子の類も4つずつありました。あ、こんな感じなんですね。そしてお水もちゃんと4つありました。アメニティがタオルが4つとアメニティセットも4つあります。ベッドの方に手元に読書灯とコンセントがついてます。お部屋の電気もこちらで操作できます。リンゴうまい、リンゴ歌うまい。ということでお風呂へ向かいました。南国はですね暑くて汗だくになりました。というより朝の高速船でかなり汗だくになりました。詳しくは前回の動画もしよろしければご覧くださいませ。そしてお風呂場へ突入します。このフェリーのお風呂ってのがまた最高なんですよね。温泉みたいでおすすめします。で朝なんか景色を眺めながらお風呂に入るの最高なんですよ。シャンプー、ドリンスとコンディショナーが、で個別のシャワー室なんかも完備してます。まあ、外国の方とかはこちらで十分という方も結構多いみたいです。でお風呂から上がりました。窓がついていることで子供も興味津々です。アメニティの方がこういう袋に入ってます。それで開けると結構女性に必要なものばかりなのかな。シャワージェルでシャンプーですね。でなんだろう、コンディショナーだ。で櫛とひげ剃りと歯ブラシが入ってます。シャンプーハットかな、これコットンセットって書いてあるのが、この部屋はついてきます。ちょっといつもとグレードが違いますね。すごいいろいろついてきます。サンライズといえばシングルデラックスみたいな扱いですかね。スイートじゃないんでまたスイートは別な感じなんでしょうけど、まあちょっとまだ出航してないんで、出航するときには外に出ようと思ってますんで、それでは、楽しんでいきます。それじゃもうそろそろ出航の時間みたいなのでお外に出ます。お風呂上がりで喉も渇きましたので飲み物も買いに来ました。そして自販機コーナーです。値段がですね丘の上と同じ値段なんです。素晴らしいですよね。飲み物には困りません。そして出航を見届けましたと思ったら実はもう出航してました。という感じですね。振動とか全然なくて外に出ないと全く分かりませんでした。17時55分なんですけども秋口なんでもうだいぶ暗くなってますね。出航したらですねすぐにご飯の用意をしました。志布志発は大阪と違ってすぐに外洋に出ますので1時間もすると結構揺れるんです。そうなるとご飯を食べるところではないので注意してください。で大人のお弁当を買いに行きました。6階のレストランまで行きます。でお弁当内容が前回と違うんです。
これは驚きました。飽きさせないための工夫ですかね。クーポンを使わない場合は自販機で購入するみたいです。何お決まりですか。でお弁当の出来上がりを中で待ちました。一個一個ですね、手作りで作っているみたいで順番待ちがあってですね、まあ20分ほど待ちました。でお弁当もいいんですけど、早くバイキング復活しないかなと心待ちにしてます。まあしばらくは無理ですかね。生物も使えますからね。番号が呼ばれましたので取りに来ました。サラダがついていますので、ドレッシングが忘れずに持っていきます。スープがついていますのでこぼさないように注意が必要です。ちゃんと蓋はしてくれてますけどね。まあそろりそろりという感じでしょうか。そして8階のみんなの待っているとこへ向かいます。到着しました。子供たちはもうほとんどご飯食べ終わってました。開けて開けてくださいガラス。生姜焼き定食、サンフラワーだね。お茶すごい大丈夫。なんかあれやね、違うやね、同じ船やけど。サンフラワーの味噌汁って白味噌なんですよ。そして唐揚げもニンニクが効いてて美味しかったです。豚の生姜焼きもですね、柔らかかったんです。で特産品って書いてありましたので鹿児島産だと思われます。ごちそうさまでしたということで、ゴミを処分しに行きます。ゴミ箱はですね各所に用意されてますんで、船内はきれいに保持されています。で一度外に出て見てみたんですけども、結構揺れ始めてました。風も強かったです。熱帯低気圧の影響をしているという話でした。抜けから上を覗きます。本当に船の上かなというような光景ですね。最初見た時は本当驚きました。本当に船の上かなと。ぜひですね旅行とかする機会ありましたらこの感動を味わってください。あ、そうですね。長旅の疲れもあってですね、船も結構揺れていましたので早めに休みを取ることにしました。夜中がですね2メーターくらいの波があったみたいです。ふわふわする、ふわふわする、よいしょ。おはようございますということで、時刻は朝の6時ぐらいです。夜に比べて穏やかになってました。夜中は2メーターぐらい波が立てたみたいですね。そしてモニターを見ると雨です。ということで朝ごはんを買いに来ました。朝のお弁当は500円で買えます。コーヒーもですね作れますので結構お得かと思います。はい、養殖食2個で、はい、両方ともポタージュスープで、はい、承知いたしました。こちらで食べていかれますか。あ、お疲れ様でした。3番であるでしょうか。コーヒーを作っているとこです。コーヒーマシンがありますので自分で作ります。
ゆっくりですね、コーヒーを飲んで待っていたら呼ばれましたので取りに行きます。2つじゃなかったです、はい、2つお2つですね、はい、申し訳ございません、ちょっとお声します。ということでもう1つ用意してもらいました、はい、サラダがついていますのでドレッシングを選びます。まあよくあるあのキューピーのドレッシングです。あ、そう、みんな疲れてぐったりしていましたのでお部屋で食べることにしました。というよりもお部屋が快適すぎてですね、起きたくない感じでした。今回は2人とも洋定食です。温かいパンとスクランブルエッグ、ベーコン、ハッシュポテト、サラダなどが入ってます。スープもついていますので忘れずに。ということで少し暇になりましたので私は船内散策をしに行きました。吹き抜け部に出ます。共用部はですね、かなり広く取ってあってゆっくりすることができます。部屋が狭いよという人は共用部に出て座ってます。で、居住エリアとは逆方向に共用のトイレとランドリー、お風呂などがあります。まあ水を使うエリアですね。ここの奥にペットゲージなんかもあります。で、共用トイレなんですけどいつも清掃が行き届いてましてですね、めちゃくちゃ綺麗です。で、お外はあいにくの雨模様でした。まあ行きがけに晴れましたので本当に良かったと思います。秋口のですね、熱帯低気圧が近くにいたみたいです。でも湾の中ですのでかなり穏やかです。夜中は結構揺れたみたいです。2メーターぐらい跳ねたって言ってました。そして吹き抜けです。阪急フェリーの方がですね、大きく吹き抜けが作ってあるんですけども、楕円形をしてますのでこちらもかなり大きく見えます。で、共用部にはベンチなども多く置いてありましてゆっくりすることができます。まあ2棟とかですね、プライベートベッドとかでもゆっくりできますのでこちらは嬉しいです。そしてエントランスロビー6階になります。乗船してきて一番初めに見るのはこれですね。吹き抜けは下から見るか上から見るか、んどっかで聞いたことあるよな。そして丸い窓が特徴的です。晴れた時はですね、こっから日が差し込んできてかなり綺麗でした。前の動画残ってると思いますんで、もしよろしければご視聴くださいませ。プライベートシングルに乗った時だったかな、一番綺麗でした。で、プロムナードですかね、こちらも広く取ってあります。6階の奥がレストランになります。他には売店、ゲームコーナー、キッズルームなどがあります。なんと大きな空気清浄機が入ってました。コロナ対策ですね。この気遣いをすごいですね。で、大阪南港に到着直前です。5人で使うとこんな感じですが非常に快適でした。本当ホテルの一室ですよね。お水が4つついてたんですけど、これですね、すごいサービスです。そしてお部屋を出ましてエントランスの方に向かいます。もうかみさんとかはそちらの方にいますんで下船の準備に入ってます。で、大阪南港に、到着しますので、下船前にですね、ルームキーの返却をします。まああんだけお部屋が良かったらですね、名残惜しいですね。で、防波堤が見えますのでもうすぐ南港に到着します。
前方にはですね、別府航路のサンフラワーが停泊しているはずです。そして観光シーズンのこの時期にしてはお客さんが少ないような気がします。影響ありですね。私が1年前にこの時期に乗った時には、結構お部屋が埋まってました。上の方のお部屋から埋まっていくようで、スイートとか結構毎回満席になってましたね。で、大阪南港の埠頭が見えます。港が見えてきました。帰ってきたという感じですね。で、下船許可が出ましたので降りていきます。ありがとうございました。ありがとうございました。一晩ありがとうございましたということで、ゆっくり体を休めることができました。なかなか移動手段を使ってゆっくり体を休めるってことできないですよね。飛行機のファーストクラスでも疲れます。鹿児島から比べると気温が5度くらい違ってて少し寒いくらいでした。みんな山登り用のジャンパーを着て出ました。で、バスで ATC の方へ向かっています。わざわざバスを出してくれてるのもすごいですよね。奥には別府航路のサンフラワーが停泊しています。ゴールドなのかパールなのか。待って待って、高大阪南港 ATC に戻ってきました。もう一つ近くない？違うよ。